世界一周最終章、ユーラシア大陸をまっすぐ進み、コーカサス、中央アジア、中国を通過し日本に帰る。今回の映像はコーカサス北部、ジョージアの首都トビリシとカズベクさんの映像をお伝えする。はい、無事トルコに戻ってきました。ケバブ、早速バスに乗ります。はい、トルコの国会沿いのちっちゃい町トラブゾンにやってきました。とイランのビザを取りに来ただけです。とりあえずマックとバーガーキングがあるので割と栄えてる感じですね。あらあら、綺麗な街ですが、もうイスタンブールの新市街みたい。都会です。そんな規模は大きくないけど、なんだろう、小ざっぱりした街っていうのかな。まあ一日楽しく歩き回れるぐらいの規模です。ちょっとジメジメします。海近いからかな。はい、これが黒海です。ブラックシー、黒海。海の向こう側が今大体クリミア半島ですかね。はい、トルコ最終日です。なのでちょっと高いけど、最後の最後にトルコ料理を食べます。第93カ国目ジョージアの前に、ジョージアについて少々。人口370万人、ジョージア語で、これは音符記号ですか。僕が行った時はグルジアという呼び名でしたが、2015年に呼び名がジョージアになりました。アメリカのジョージアとは特に関係はありません。コーカサスというこのエリア、国でいうとジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンの3カ国があって、ジョージアは北部に位置しています。ジョージアの中には南オセチア自治州、アブハジア共和国という2つの地域がありますが、ジョージアの実効支配は及んでなくて、両方とも独立したがっています。ジョージアとはめちゃくちゃ仲が悪いです。ジョージアは旧ソ連の構成国で、1991年に独立しますが、独立以降ずっとロシアとは仲が悪く、できればヨーロッパと仲良くしたいと思っていますが、エネルギーの面なのでロシアに対して経済的な依存が強かったり、なかなかヨーロッパ側に行けません。隣国アゼルバイジャンは原油がたくさん出る国ですが、アゼルバイジャンからヨーロッパへ原油を送るためのパイプラインがジョージアに通っていて、このパイプラインはロシアを経由せずにヨーロッパに送れるので、ジョージアはヨーロッパにとって無視できない国の一つです。独立以降内戦が起きたりして、長いこと財政は赤字続きで不安定、経済的には豊かとは言い切れませんが、近年では外国からの投資などが増えたりして少しずつ安定してきています。ブドウなどの柑橘類が有名で、ワインが美味しくて有名なこの国、 FIFA ランキング89位です。はい、グルジアの首都、トビリシにやってきました。またまた旧ソ連ですけど、首都といっても、周りはこんな感じで、ちょっとボロッチです。はい、そんなこんなでトビリシの、中心地です。今のところ特に見るものがない感じです。一応ここ旧市街らしいですけど、特に何もなさそうです。あら、あらあらあら、綺麗ね。こんにちは。ふぶかーい。犬もいる。おばあちゃんが行ってるのかな、一人で。ちょっと栄えた感じの通りを見つけました。閉まってますね。なんかこの辺まあまあ栄えてますね。上にロープウェイもあります。はい、丘の上にやってきました。一応トビリシ全体が見渡せます。で、どうなんだろう、街の中心街は本当にこの辺の一角だけっちゃだけなんですけど、特になんかこれっていうものはないですね。はい、あれはあのウクライナにあった銅像にすごいよく似てるんですけど、やっぱりこれもソ連時代に建てられたものなのかなと思います。
まあこんな感じの住宅街なのかな。これはめっちゃボロいし傾いてるような家もちょこちょこあります。いいね、この壊れてる感。これさすがに、まあでも人住んでんだよね。めっちゃ傾いてるけど、やばいじゃんこれ。いい感じ。結構住宅街は時が止まった感じが強いです。野良猫もいっぱいいます。ほい、大丈夫大丈夫、人がすっごいじゃん。じゃあ見て、すっごいね。ハローハロー。おいね、バカや。ハハ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 。今発砲事件が発生しました。警察がいっぱいいます。午前2時です。でも活発に動いてますね。まあまあこんなとこに見えるんだよ。おお、おお、すげえ、ホワイトタイガー。あー、あ、かわいい。あー、来た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 。おお、コトラだ、コトラ。3匹いる。かきげさん、20匹。うわー、かわいいな、猫だ。飼いたいね。めっちゃ可愛いやん。うわ、めっちゃ可愛いやん。うわぁ、無理しなくない。可愛いな。イルムスカー、パトライル。すごい。めっちゃ可愛い。なんだろうこれ。ワオさん、いろんなとこにいんな、本当に。相変わらず綺麗な尻尾で。あ、見れただけよしとしよう。一つ目の教会です。ってことはやっぱソ連ですね。83年。あ、僕の生まれた年です。ちょっと通してもらっていいですかね。うわ、めっちゃいる。これからトレッキングでーす。着いた。あー、着いた。いえ、まる遠い。あった。雲が後ろすごいわ。疲れた。幸せそうですよ、こんなところで。もうすぐ食べられちゃうかもしれないですけど、この子たちは。あー、着きました、教会です。出ました、カフカス山脈です。ちょっと雲が隠れていますが、一応てっぺんは見えます。
これは自然国境になっておりましてですね、この山脈の向こうがロシアになってます。次回もコーカサス、アルメニアとナゴルノカラバフです。2020年に戦争が起き、世界地図が少し変わったエリア、勝手に独立した国家は2カ国間の取り合いの戦場となりました。次回、未承認国家の行く末はお楽しみに。もしこの動画が面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本当めちゃめちゃ嬉しいです。また今後も世界の情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。